皆さんこんにちは。今回の動画はアトレエのラゲージボードを作っていきたいと思います。純正品はそれなりにいいものではありますが、走行中は取り外しとか最大積載量5キロとか安全第一で制約も多いですよね。しかも税込みで38,500円は高額ですね。今回製作するラゲージボードは10,000円以下で、しかも強度は10キロ以上で、組み合わせも自由でレイアウトもオリジナルで決めることができますね。簡単にできますので、この動画を見てぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。そらくん、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは車体の寸法測定から始めていきます。溝の深い部分が 1310mm。 上の部分が 1280mm です。そして溝には 13mm から 18mm のテーパーになっています。このテーパーの部分は購入後に加工していきます。材料はホームセンター UFO さんで購入しました。今回購入した材料はアカシア修正材で、オイル仕上げ品のものを購入しました。長さ 1820×厚み 15mm のもので、幅400と300の2枚を購入しました。1300にカットしたものでも十分に使えますが、走行時にバタバタと振動音がうるさいので、テーパーに修正加工紙フェルトを貼ることにしました。1300mm でカットした状態では動きが悪いですね。少し硬くスライドしにくく、走行時にはバタバタという音がします。削る部分にマスキングテープで印をつけます。幅 20mm、 高さは 2mm のところにマスキングテープを貼り付けます。ホームセンターでグラインダーを借りると店舗により違いますが、1泊2日で200円から500円でした。今回は会社の心優しい先輩に貸していただきました。削りすぎを防止するためにマスキングテープの下に 1mm の鉄の板を入れました。1回目確認。まだ削ります。2回目確認。まだまだ削ります。そして完成です。それではフェルトを貼り付けていきます。フェルトをそのまま板に貼り付けると、両面テープの糊が板の目に入り込み取れなくなるので、先にマスキングテープを貼り、マスキングテープの上にフェルトを貼っていきます。
マスキングテープが貼り終えたのでフェルトを貼っていきます。今回使用するフェルトはダイソの傷防止フェルトで、サイズは厚み 2mm、かける幅 25mm、長さ 1800mm のものを使用します。偶然ですが車体のスライド部にぴったり合うもので貼るだけで使用できます。また、幅方向にはフェルト床傷防止シールを使用します。サイズは厚み 5mm×幅 15mm×長さ 70mm のものを使用します。幅 15mm は貼り付け後に 10mm 程度に修正をします。そしてフェルト貼り付け完成品です。車に取り付けてみます。いい感じにできました。この後、今回の制作費用を紹介します。制作費用、アカシア修正剤、オイル仕上げ品、1820×400×15 を1枚、4378円、1820×350×15 を1枚、3278円、木材カット30円×2、60円、ダイソーフェルト、厚み 2mm×幅 25mm、 長さ 1800mm、 2個、厚み 5mm×幅 15mm、 長さ ×70mm、 1個、合計330円。総額8046円でした。